こんばんは。ここではザ・銀座ランエスカルミーティング2023秋から走行シーンを静止画像でご紹介します。主催者の根本潤さんのドライバーズミーティングの後すぐにスタートです。銀座4丁目の交差点は2回通過しますが、ランドマークの一つセイコーハウスにはディズニー100周年を記念したミッキーマウスの時計が展示されていました。このランは日比谷方面から歌舞伎座方面へ向かう晴海通りを通過し、新橋方面から日本橋方面へ向かうルートが設定され、銀座4丁目の交差点は2回通過します。従いまして、ここでできるだけ多くの参加者を捕まえたいところですが、エントリー台数は80台ほどあり、なかなかうまくいきませんので、全車通過したところで浅草橋へ移動することにしました。スタートはエントリー台数が多かった順になっており、イギリス車、イタリア車、ドイツ車、日本車、フランス車、アメリカ車などになっていました。後ろの工事中のところは60年経った三愛ビルで建て直しし、2027年竣工予定だそうです。
神田川に架かる浅草橋は江戸通りで、ここを降りてやや左に進み旧日光街道へと入ります。いかがだったでしょうか。悪いコンディションの中、旧車にとってもオーナーさんにとっても大変ご苦労だったと思います。